サンタとトナカイが仲良く食事したり、お風呂で背中を流したり、大分市の三愛メディカルセンターではアトリウムにこの時期ならではの装飾が飾り付けられています。病院ではこれまで多くの新型コロナの患者を受け入れていて、日々対応に追われる医療スタッフや制限された生活を送る地域の人々に楽しんでほしいと企画されました。いつもやっぱり病院の待合室って暗い感じなんですけどね、これは明るくてもう私たちもウキウキしてきます。装飾は26日までで、病院の利用者は誰でも見ることができます。